はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ始めていきましょうということで、今日は和光ということになるんですが、室町時代ということになります。はい、室町時代になっているのは天竜寺舟ということになります。はい、天竜源一郎とかね言ってね、絶対通じないですね。はい、天竜寺舟、はい、室町になると建長寺舟から天竜寺舟になるということになるわけですけれども、まあ、こういうふうな形で、まあ、船の形が変わってきましたよというね、ね、天竜寺船 2.0 みたいなね、はい、そういう形になってくるということになります。で、この天竜寺船を用いて、まあ、海賊行為がどん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 要するにやるということになってくるわけです。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。